E プラスをご覧の皆様、こんにちは。藤山千次郎です。この度、新橋演舞場9月公演、松竹新喜劇新春公演に出演することが決定しました。今回、昼夜合わせて5本の演目があるんですけれども、私、藤山千次郎が出させていただくのは、一姫二太郎三かぼちゃ、お祭り提灯、まず健康3本とも出るんですが、主役をさせていただくのが、この一姫二太郎三かぼちゃで、祖父の、藤山甘美がやってました役を、僕が今回させていただきます。また、お祭り提灯もですね、祖父のやってた役を、藤山甘美がやってた役をさせていただくんですけれども、5本とも面白いお芝居になっているんですけれども、まあ、昼の部を中心に見ていただければ、松竹新喜劇の面白さ、また、昼はちょっと私主役をさせていただいてますので、ぜひお時間ありましたら昼を中心に、またもっと時間ありましたら夜の部を見ていただければ幸いです。またE プラスさんがですね、アフタートークショーを今回していただけるということで、そのアフタートークショーにもお時間あればぜひ参加していただければ嬉しい限りです。ぜひ劇場でお待ちしておりますので、たくさん、来てください。お待ちしております。ありがとうございます。